12月14日土曜日、年内最後の入荷になりますが、新しい新入荷の商品を紹介させてもらいます。まずはもう定番のスウェットですね。今回もヴィンテージスウェット、結構いいのが入っております。どちらも、チャンピオンのランタグ、サイズも、大きいサイズですね。2枚ずついきましょう。こちらも、こちらいいですね、タグ JCP ラージで、ものすごい肉厚です。肉厚の無地ラージですけど、かなり大きいですね。こちらが、前部位、ちょっとねお値段も見せちゃいますけれども、1リッパです。やっぱりうちのヴィンテージスウェットは安いですね。かわいいですね、このシアトル。こちらネイビー、サイズはちょっと小さいのでお値段もお手頃です。結構女性なんかにもかわいいんじゃないでしょうか。こちらのシアトル、これもかわいいですね。大体 M ぐらいだと思います。こちらモンスター、これも大きいですね。サイズこれ XL ラージぐらいあると思います。はい、定番ですがスヌーピーと、チャーリーブラウン。このチャーリー色珍しいですね。スヌーピーの方も、ラージです。スプルスタンク残っています。こちらがチャーリーブラウンは読めませんけど、おそらくこれもこれ M ミディアムじゃないかなと思います。無地の、パーカーですね。無地パーカー、こちら黄色、これもラージぐらいあります。でネイビー、これシンプルだと思ったらバックプリント入ってます。バックプリントは珍しいですね。はい、ラージ、タグはないですけど、ラージぐらいですね。こちらもラージだと思います。白、黒、この黒はやっぱ珍しいですね。好きな人多いと思います。ただミディアムぐらいですかね。ちょっと腕が細めです。ただこうジャストできたら結構かっこいいかな。僕はちょっとちっちゃいですね。こちら白も、白と黒のパーカー、もうどちらももちろん 100% コットンの、ヴィンテージスウェットです。今季も、人気ですけど、パタゴニア、レトロ X、こちらナチュラルと、フレンチレッド、フレンチレッドが一応ミディアムになります。でこちらナチュラルが一応、XL、この90年代のこの、ね、ポケットも特徴あります。やっぱりこの定番のレトレックス、今年も使えると思います。さあ久々に入りましたね。定番のマーズです。パタゴニアのマーズ、フリースでサイズが一応 L です。ちょっと着用感はありますが、最近、ね、見なくなりましたよ、このマーズも。サイズラージです。 LL ビーンのスイルトップジャケット、チンスト付きのですね。で今回はこれ筆記体の、タイプです。ただ一応レディースです。レディース表記ですが、すごいサイズと程度はもう極上です。そしてこちらバーバーダウン、いわゆるインナージャケット的なタイプですね。こちらも、サイズがラージで、状態はかなり綺麗です。こちらが、ウールのポーチジャケットといいますか、1960年代、もう状態が、バキバキです。サイズも36ぐらいですかね。バックがネイビーです。はい、この後ろ最高ですね。アディダスのジャージですが、この黒にターコイズブルー、これ結構珍しいかな。サイズが、ラージです。サイズが S で入ってきました。アディダスの、レザーパンツ、そしてジャケットセットアップになります。ランディ MC が来たんでね、有名です。80年代のアディダスのオールレザー、バックもちゃんと、しかもサイズが S、
S のセットアップです。なかなかね、まあ今ダボッと着るのかって言いますけど、やっぱりでも S サイズもなかなかね出ないですね。このセットアップ久しぶりの入荷です。これもなんか久しぶりに見た気がしますね。あの Lee のデニムのパーカーです、ここにあの Lee とポチッと、黒タグがつきます。まあコンディション、ちょうどいいユーズドですかね。色落ちも綺麗に、サイズが一応ラージ表記です。でも定番でかっこいいですね。今回ちょっといいシャツが入っております。こちらはコットンで、こちらがレイヨンシャツです。このコットンかっこいいですね。この黒に緑、はい、これコットンです。コットンの、60年代のボックスシャツですね。サイズが、一応ミディアムです、まあ、僕はちっちゃいですが、これはかっこいいと思います。あとレイヨンシャツですね、こちらがラージです。緑の状態は綺麗ですね、まあレイヨンシャツの多分一番人気だと思います、この黒白。こちらもまあちょっとこう色がネイビーですかね、ネイビーとですけれども、こちらがサイズがエクストラージ、エクストラージのレイヨンシャツ。そしてこちらはもう言うことないですね、オンブレの、まあ一番人気なこの黒白。こちらはアローのサイズがラージです。デルシャツ、ピルグリムの、ちょうど60年代ですかね、デルシャツ。アーモベースですけど、この黒がやっぱり入ってる分すごく 色もかっこいいですね。サイズが、スモールです。なかなかね S サイズのデルシャツって、こういう待ちつきのいいねってなかなかないです。あとこちら、ウールですがハーフジップシャツですね。こちらもサイズが表記ないんですが、おそらく15ぐらい、ミディアムぐらいのサイズです。ちょっと面白いですね、この、はい、レッドジャン。おそらく、ジッパーをあのカスタムされてます、まあ、当時の人がやったんでしょうか、ボタンに前がなってます、まあ、ちょっと一点物的な感じで、後ろは定番のタイプですが、この前がボタンにカスタムされています。これちょっと面白い一品だと思います。サイズがミディアムぐらいですかね。ミリタリー系です。スノーパーカー、まあ山岳部隊って言いますかね、リバーシブルのタイプです、フードの雇用点も袖の雇用点もコンディションはかなりいいです。サイズが多分、ね、ラージぐらいですね、はい、山岳部隊のパーカーと久しぶりに入荷だと思います、 C1 ベスト。こちらがサイズが、ミディアムぐらいですかね。僕が着ていけるサイズです。最近見なくなりましたね、この C1 ベスト。冬の定番 N1、 若干、ここのファーが剥がれちゃってますが、ただサイズが36、ちょっと焼けもありますけど、いい雰囲気ですね。N1、はい、M51 パーカーフルセットです。あと状態も、ポップリンタイプでかなり綺麗です。フード、コヨーテ、全部パーツは揃ってます。このジッパーがね茶色いタイプもちょっと珍しいかなと思います。サイズが、ミディアムです。 M51 パーカー、こちらレディースです。ウーマンズのローレンですかね、ローレンのネイティブ柄のちょっとロングのコートタイプです。サイズは一応レディースの M になってます。なんか女性おすすめですね。あのリーバイスの、まあ、サードタイプのツイルですね、840B
サイズが40、まあ、あのパッチもねバッチリ読めますし、やっぱりホワイトですが状態かなりいいです。ちなみに赤タブがない切れてるじゃなくて、これはもともと840は赤タブついてません。元からついてないのでこの状態が、普通の状態です。そして、ラングラーサテンですね。ちょっとパッチは取れてしまってますが、サイズはおそらく38ぐらいサテンの、まあ、ちょっとこうダメージ多いんですけれども、なんか逆に雰囲気としてかっこいいかな。なかなか数最近出ないですね、このサテンという。はい、そしてリーバイスのスウェードジャケット、それがあの切りっぱなしのタイプです。中にショートホールのタグがついてます。しかも紙付き42と書いてます。それだけ、状態はいいということですね。かなり綺麗だと思います。面白い、まあ、ノーブランドのショートジャケットですね。つぼけなのでおそらくフィフティーズぐらいのジャケットだと思います。ただね、サイズがね42ぐらい、結構大きめです。まあ、こういったちょっと、無名ですけど色落ちはかなり綺麗かなと。はい、今月もまあ冬ですが T シャツ結構いいのが入ってます。アリスサイズがラージです。エッシャー、これでちょっと色付き珍しいですね。こちらがヘインズの XL です。バッグはありません。そして久しぶりの入荷ですね、パタゴニア。これが、80年代ですかね、白タグの XL です。通称アリっていうのかね、アリの T シャツです。XL。 そしてもう一枚パタゴニアのイグアナ、こちらも白タグでサイズが XL です。まあ、バックプリント、これやっぱお好きな方いるんじゃないでしょうか。パタゴニアの好きな方は、まあ定番のチャンピオンウールリッチ、こちら、トリコのタグのエクストララージですが、ちょっと縮んでますね。はい、後ろもちゃんとフロッキーが残ってます。やっぱ可愛いですね。染み込みのバータグ、チャンピオンのバータグの染み込みプリント2段、ミディアムですが、すごい状態いいです。そして残念ながらタグが取れてしまってるんですが、これチャンピオンのリバーシブルのロンティーです。襟元の後ろですねにバータグじゃなくてあのトリコのタグがつくんですが、おそらくラージだと思います。裏がネイビーの、リバーシブルですね。状態はいいです。そしてちょっと前にも入ったんですが、また1枚入ってきました。チャンピオンの AAA69、プロダクツタグです。プロダクツタグの一応エクストララージ、前に入ったのと同じですね。1枚だけです今回は。位置としてはちょっと珍しいですが、パウエルの、後ろにもバックプリント入ってます。サイズが、エクストララージ、まあ、あの珍しいプリントなのではないでしょうか。うちとしては珍しいですが、ツートンの LL ビーン、このちょっとロングタイプ最高ですね。もちろんタグもしっかり残ってます。ツートンのロングタイプです。これは欲しいといっぱいいるんじゃないですかね。パンツ類に行きます。US ネイビーサイズがラージですね、のスウェットパンツですが、これ膝にね、プリント入ってます。これ結構珍しいかなと、さっき見ておおかっこいいなと思いました。
サイズラージです。はい、そして今月は、デニムがやばいです。まあちょっとこういった US、マリンポですかね、US マリンポップのデニムボンパンツ。もうこれサイズいいですね。US 30-29インチ。小さいのなかなかないです。はい、ちょっと言いかけたんですが、今回デニム結構やばいです。はい、ラングラー 11MWZ ジッパーですね。ちょっとあのこの辺ダメージ来ちゃってますが、あのラングラーでこんな激しいロンチなかなかないです。ちょっとねリペアは、何箇所かあのしてもらわないとダメですが、この色落ちやばいと思います。ラングラーが、ね、入ってくるなかなかないです。そして D もこうセンター黒タグ、まあ、ボタンのタイプです。ウエストが、ちょっと大きいですけど37インチ、まあ、ベルトループ7本なので、まあ、あのいわゆるセンター黒タグのジェームス D の値段よりちょっと後ですね。ただこれも色落ち抜群です。ちょっと前の自分だったら良かったですけど、痩せてしまったので。他にも結構色落ちのいいリーが入ってます。あとウエスターナも、これも綺麗ですね。505ビッグイー、ちょっと赤玉はね取れてしまってますが、はい、ブリーチです。やっぱね自分でブリーチかけようとなかなか思わないので、元からこういう風な完全にこう一点物ですね。僕もこれ大好きです。これは505ビッグ、501も今回結構な本数入ってます。501のビッグ E、 これも35-32実寸です。もう綺麗な色落ちですね。501ダブル X の片面36-29、ちょっとねリペアは入ってます。今回こういった味があるタイプが多いです。こちらも501の片面、ウエスト29ですが、これかなりかっこいいですね。この激しく、はい、前後ろでレザーパッチも残ってます。片面の、ウエスト29のレングス30、まあ、こういった味が出てるのがお好きな方にはかなりおすすめです。あと他にも、まあ、ダブル X からビッグ E、ビッグ E マッコンと思いきや、カットされてます。ショーツになってます。まあ、その分お手頃だと思います。デニムはすごいですね。今回このフェイント類、キャントバステム、あと、カータスのペインター、結構ペインター類も豊富に入ってます。フォアモストの40年代ですね。これもディティール面白いですね。あと色落ちがもうザ40年代の色落ちだと思います。レザーパッチも残ってます。こういったちょっと他のマイナーブランドのジーンズとかも結構入ってきてます。これも色落ちですね。冬の定番ですが、それちょっと重たいですが、13スターの B コートが2枚入ってきました。どちらもサイズは36、こっちが38ぐらいですかね。ちょっと重いんで、はい、ちょっとボタンが1個変わってますが、状態は綺麗だと思います。4つポケタイプの、まあ、こっちのポケットは四角の方ですが、どちらも同年代ですね。これも同じく、はい、30年代の13スターのピーコート2着です。でまだやっぱりこうあの綺麗な状態探している方はおすすめですね。
っぱ大人っぽく着こなしてもらえれば。今月は大人気のジージャンは2枚です。ファースト506ラブレックス、こちらがおそらく42縮み、ちょっと襟元後ろちょっとダメージはあります。ただ、サイズといい、まあ、色落ち雰囲気はいいと思います。その分お値段もお手頃だと思います。ファーストお探しの方は、そしてセカンドのマッコンです。まあ、ちょっとポツポツダメージあとはありますが、もうめちゃくちゃ色落ち綺麗なセカンドです。サイズが脇が1本なので、おそらく40縮み、上のこの布がありますがちょっと表記は読めませんが、40が縮んだサイズだと思います。両面タブですね、両面タブですが、ステッチの入るところで、まあ、レザーバッチのかけらも残っているので、レザーバッチの両面のセカンドマッコンです。今月の一応入荷、まあ、あの年内、最後になります。かなりの、質、もちろん紹介しきれてないものもいっぱいあるので、またブログ等でご覧になってください。年内最後の入荷になりますので、たくさんの、ご来店お待ちしております。ありがとうございました。